白地に赤く日の丸染めて美しい日本の旗は。はい、今日はですね、白いユニフォームできました。なぜならばですね、レッドですね、レッドを受け取りに来たからです。はい、ちょっと無理くり気味もありますけれども、まあ、ということでですね、あの新型レッド、これが届いたものがですね、梱包に取り付けられて今から取りに行くところです。はい、非常に楽しみです。最後までご覧ください。じゃあ、はい、じゃあちょっと店員の方がね、別の客さんに対応中なんで、そこに置いてあると思ってちょっと見たいと思います。ぐわいや、すごいっていうのは、今ちょっとコンポと逆側見てるんですけど、ブレーキが今まで全然目立たなかったのがシルバーで目立つ、でかく見えますね。まあ軽いですね。これが軽いですね。かっこいいですね。なんか島のとちょっと違いますね。なんか島のは無骨ですけど、やっぱなんかこっちの方がおしゃれ感があるっていう感じが。そうですか。そうですね。うん。多少ありますね、やっぱり。6.9。やっぱそうです。6.69 でした。6.7。まあ大体予想通りと、まあ、いう感じではあります。はい、ということで、感想は無事に終わりました。でこれからちょっと乗ってね、あの第一印象をちょっとお届けしたいと思います。はい、じゃあ初レッド乗ってきますね。なんか今あの漕ぎ出した瞬間がめっちゃ軽いですね。やっぱり600g から660g ぐらい軽くなってる計算なんで、ちょっと漕ぎ出しがやっぱ違いますね。あとあのブレーキ、これ結構びっくりです。やっぱり全然本当エフォートレスとかいう売り文句だった、その力いらずみたいな、これで止まるのかぐらいなあの力で止まりますね。じゃあちょっと注目の変速をやってみますね。まあスムースですよね。じゃあフロント変えます。ああこういう、もうスムースとしか言いようがないですね。いやこれはでもまたちょっと違う乗り物に乗ってるような感じがしますね。あのなんか電動アシスト自転車に乗ってるような感じがしますね。I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light.I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try once you left me, yeah.
ということで岡崎からベンテージ島に今到着したところです。55キロ走ってきました。でですね、まあファーストインプレッションとしては、レッドですね。まあ3点言うとですね、まあ3番目はですね、まあシフトがやっぱりスムースだというところですね。まあこうトルクをかけてもまあスムースにあのギアチェンジができたりしてました。で2番目はですね、このブレーキですね。これがもう驚くほど軽くて、でエフォートレスってあの広告文句になってるんですけど、まさにそのもので、かなりロングライドだとですね、あのこのブレーキの軽さっていうのはあの疲れとかに効いてくるんじゃないかなというふうに思います。そして第1位はですね、まあやはり、込み出しの良さというかスムースさですね。でこれはもうあの重量が 660g ぐらい車体が軽くなったっていうのもあるでしょうし、あとチェーンとかも全て新しいのになってくるというのもいろいろあると思います。このコンポならではのあのスムースさと、まあ言ったものはですね、本当楽しみますね。まあやっぱライバルからこう2段階上がったっていうのはあるんですけれど、はい、最後までご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。